はい、カメラマンの村誠一です。こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。なんかね、ニュースでも、大変なことが起きている感じがしますよね。今回はですね、初心者の方に向けての動画にしようかと思ってるんですね。で、それはどうしてかというと、この間ですね、元2年ぐらい前までキヤノンのですね、イオス学園の校長をやられた田村さんがね、見えられてですね、いろんな話をしてたんですけど、それで、その、今の人たちはね、写真を楽しみたい人がすごく多いので、それでそのプロになるっていう方はすごい少ないということもあってね、でそんな話をしてたんですね。で、実際そうだなっていうふうに思ったんですね。だって、自分みたいにプロを目指してる方っていうのは、この YouTube をご覧になる方でね、どれぐらいいるんだろうと思ったら、本当ほとんどいないに等しいのかなっていう気もしますよね。なんかね、年齢的に考えてもね、そうですね、うちのやつっていうのは、結構50代60代の方がすごく多いので、そのように考えたらね、確かにそうだなと。で、もっとね、方向を変えて、もっと初心者の方に分かりやすく。で、この間その話をしてた時ですね、野村さんがやってるマニュアル思考なんていうのは多分一般の人はちょっと難しいんじゃないですかみたいな話もちょっと出たんですね。で、確かに自分はそのマニュアル思考っていうことに関してっていうのは、自分が覚えた時がもうマニュアルだったんですよね。結局それからオートで撮れる時代が来たんだけど、その露出に関しても何に関してもですね、オートで撮れる時代がやってきた。それがね、今になってみればね、ストロボもそうですよね。前回話したようにストロボも覚えなければもうプロとしては全く通用しないと。で、それが最近になってみると LED に変わってきて、ストロボスタジオのね、スタジオのストロボワーク、ライティングというのを決してね、覚えなくても、LED で目に見える光でもう撮れるようになったってことですよね。いろんなライティングのことを自分はもう経験してきて、もうデジタルカメラもそうですよね。デジタルに変わるっていう話も前にしたと思うんですけど、でもそれからね、デジタルに一気に変わってしまって、もうフィルムなんてなくなってしまったわけじゃないんですけどね、少しは残ってるんだけど、ほぼもうフィルムなんか入手するのがすごい不可能な時代になった。で、カメラもね、ここに来てどんどんこう高画素とかいろんなことになってきてるんだけど、実際その今の時代になっても高画素でねなければこう写真が撮れないっていうことはないっていうことをね、今回もちょっと見ていただこうかなと思ったんですね。最初にこう出てきた、写真なんですけど、でそれっていうのは家内が、この 5D マーク4 ですね。このマーク4っていうのは、自分の中ではこの時にマーク2を所有していて、で、それをメインにしてたから、マーク4ってのはじゃあどういうことで利用してたかって言ったら、高画素であって、何か風景を撮ったりとか物を撮ったりするときに便利だっていうことがあって、マーク4を使ったんだけども、仕事でこのマーク4を実際仕事で使うってことはもうそうですね、ほぼなかったですね。全部マーク2で撮っていて、マーク2でその時に、家内とイタリアに行ったんですけど、その時に家内にこの、セットでね、家内に持たちょっと重いけど、家内に持たして、で家内も撮ってみたいっていうんで撮った写真が今回の写真なんですね。で、これっていうのは、カラーにじゃあどういうふうにしてこう写真をね撮ったらいいかって教えた時に、まずその実際露出もオートにして、色温度だけ、4800で、自分はそのね、尋ねられることがあるんだけど、キヤノンの場合はね、全体に黄色が強いから、大学に通ってる子がいて、その子からのこうね質問があって、キヤノンは色がねちょっと黄色っぽいんですけどっていう話で、自分はそのね、ホワイトバランスっていうことに関していけば、テレビ局もそうですけどね、必ず撮る前とか昔からビデオを撮る時っていうのは、必ず白い紙を置いて、それでホワイトバランスを撮ってっていうことがあってね、実際そのカメラが風景とかに向かって、撮るそのオートホワイトバランスっていうのに関してはね、精度はすごい上がってるとはとも思うんだけど、そのキヤノンに言えばね、今でもね R5 に関してちょっとイエローっぽいんですっていう話があった時に、自分はそのホワイトバランスってことに関してだけいけば、自分はだいたい4800ぐらいで設定してやってるから、そのカメラの色に関してね、
そのあんまりそういうことで疑問を持ったりはしないですね。でそれはなぜかって言ったら結局マニュアル思考になってしまうんだけど、オートでマルチ速攻なんつって言ってね、平均速攻にすることによって露出がすごくいい時代になったって言うんだけど、このデジタル社会でね全部オートに取ってしまうと結果的にね、まあオーバーになったりアンダーになりすぎたりとかっていうこともね、軌道域によって起きるわけだから、まあ、そこをね、まあ、考えて自分はマニュアルにして、まあ、ある程度のそのまああとでローデータでね直せる範囲のもののところに露出を制御するっていうことですね。で自分がアンダー目に制御したいの か, だか今回もね田村さんと H&Y の方と2人で見やられて、でその話になったんだけど、女性を撮るときは少しオーバー目にして、まあどうしてもね肌をきれいに撮りたいっていうのがあるから、で男性ね男のタレントを撮る場合はどっちかというとアンダー目にしてこう力強さを出すみたいなことをまあ説明して写真集を見てもらったんだけど、まあ、自分のその撮り方の考え方もすごくあると思うんですよね。で自分はその、まあ、家内にこのカメラを持たして、撮る時に、まあ、家内はそれ自分の、まあ、見た感じあのいいなと思うところをこう写真を撮っている、これがまあいわゆる自分が言ってる感性っていう部分で、家内もね、まあ、写真がすごく好きで、まあ、携帯でもよく撮ってるんだけど、まあ、カメラをねこれを持たして、まあ一人でこうねなんかはぐれないようにしていろいろこう撮ってたわけだけど、その中でもね、あこんなとこ撮っていたんだなって今になってね、あの家内のホルダーが分かれてるので、そこをまあでねそこで確認したところ、こういう写真が出てきたわけだけど、まあそれをね見てもらって、最終的な考え方っていうのは本当にね、よそ学園の校長だったあの田村さんが言うように、オートでねもうカメラでその難しいことはもうカメラに任せるということにおいてね、まあこれは正しいんだろうなっていう気はするんですよね。っていうのはなぜかっていうと、写真はやっぱ楽しみたいっていうかね、写すことを楽しみたいわけで、プロになってプロの高度なことを学ぶってことよりも、まずはねまずはカメラを買ったら、この写真をこう構えて撮るという、こう作業で行ったらね、それが楽しいわけじゃないですか。で確かにね、自分があの途中からねマルチ速攻だとかいろんなこう速攻の方式が出てきて、あのあこれ便利になったなと思う反面ね、反面やっぱりね、あの今に至ってまでね、そんな正確に自分が撮りたい露出制御になっているとは自分は思っていないんですね。あくまでもそのまあ速攻域がそうだと言ってもね、だから昔でいけばね、そのまあセコニックの露出計とあとスポットメーターと両方ね、まあその両方を使って露出を制御してたわけだけど、このね露出の制御でもね非常に難しいわけですよね。まあよくアシスタントが測ってね、アシスタントがその露出を測ってね測ってるんだけど、測ってる時にどういう光かっていうのは、自分はカメラで撮る側からいて、アシスタントが測ってる露出の測り方っていうのを見てるから、アシスタントが何分の1ですって言った時違ってるだろうってよく言ったことあるんだけど、それっていうのはやはりね、あのマニュアルなんですよね。すごくこう顔の下で測れって言ったから測ったんですと、でもここにここだけに光が当たってる場合だってあるんだよっていう、そういうところまでこうね俺が見てるから、それ露出が違うだろうとかね、暗くなる時にそのわざとこう光の中で暗くしてしまうと違う、だから必ずその光の測り方っていうのも違うからね。でそれと同じで、やっぱりそのオートっていうのもね、ここに明るいものがあったりとか、着ているものが明るかったり暗かったりするものでも露出って全然違ってくるわけですよね。でこういうことをあの皆さんがね理解してないと、いやこれもう平均速攻になってるから平均なんだっていうふうに言ってもね、でも実際デジタルだったら撮ってみてモニター見ればね、あ明るいのか綺麗に撮れてるのか、暗いのか、明るかったら明るすぎてるのかっていうのは確認できますよね。これがフィルム時代だったらもうアウトなわけですよね。もうそれで撮ってしまって帰ってきて現像したら、あオーバーだったアンダーだったっていうのはもう通用しないですよこれ。でそういう時代を自分はすごく過ごしてきたから、その露出に関してのことっていうのはそういう経験から、とにかくカメラがそういうオートの時代になったからだからいいんだよっていうのをそのまま信頼してこう撮るってことは一度もないんですよ。なぜかって言ったら、フィルムの時代にそういうね速攻方式が出てきても
じゃあこれだから安心して撮るんだって言ってもそういうことが起きるわけですよね。明るいもの暗いもの平均してみんなね白いものグレーにしようとするんですよね写真って。これ皆さんがちょっと覚えてほしいのはだから白いものに対してスポット光で測れば白をグレーにしてしまおうと思うところから例えばじゃあ白い洋服着てる人に対して露出をねカメラで向けてオートで測るとこの白い洋服の面が多かったりするとこの白い洋服をグレーにしようとするとこあるわけですね。じゃあ黒いのもそうですよね。黒いのは逆に言えばグレーにしてしまおうと。でこれがまあ周りにあるいろんなこう平均していろんな光をこうね見てそれで平均的にやってるから露出はもういいんだっていうその考え方だからまあそういう意味で言ったらまあ、iPhone なんか非常によくできててねよくこうなんていうの計算して、まあ、そこをしてるなと。で自分はそれを思ったことっていうのはね去年かな去年の暮れぐらいにね、まあ、家内と外苑に行ったんだけど外苑に行ってねちょうど並木道のところ撮っててでちょうど家内がいて自分がキャノンで撮る時っていうのは家内の光に合わせて露出は測って撮るわけですよね。そうすると空は飛んじゃうわけですよね空が。でも携帯をねじゃあこっちでも撮っておいてってかなり携帯渡されて携帯で見るとパッて見ると携帯はそれをねふっとこう空の部分を少しこう暗く落とすっていうのが、まあ、これがねどういう風に、ね、仕組みになってるのかちょっと分かんないけど iPhone っていうのはこう人物を明るくしながら空は飛ばないで青空がスッと出てくるようなそういう反応した時にこうねあったんでそれはちょっと自分でびっくりしたんだけどあこういうことまでもうちゃんと計算されてねやってる時代なんだなと。でもちろんそのねじゃあデジタルはどうなんだって言った時に自分が言ってるねデジタルでそうやってやると空をその空だけ落とすみたいなことはキャノンの中ではそういうそのシステムっていうのは入ってないからもうそのままの光のままでねやってるからそこは iPhone はどういうふうにね中がどうなってるかちょっと分かんないんだけどまあこういったこともあるわけですよね。初心者の方にいろんな話もしてきてねまあ自分もねいろいろ話してて兄貴も何言ってるか分かんないとか家内の兄貴もね何言ってるか全然分かんないなんていうことだからもっとこう分かりやすくっていう意味でいけばまず今回はその露出の話をすればカメラっていうのは白いものをグレーにしようとするってことですよね。露出これをそのカメラが自動で測る場合はそういうふうに測る白いものをグレー黒いものをもグレーにしようとするでグレーのものはそのまま的確に出るってことですよね。だから今自分で着てるようなやつだったらカメラで向ければこれは露出が大体合うんですよ。でも俺が白いものを着たりとか逆に真っ黒いものを着たりすると露出がこうそこに引っ張られていくってことですよね。 iPhone に関しては今言ったようにまあ、これをうまく制御してるから、まあ、相当こうなんていうのかよくできてるんだと思うんですよね。でこれはもうこれと同じようなものがね、まあ、カメラでもねこれが起きてくればそういうことが違ってくると思うんだけどカメラ本来の持ってる例えばじゃあハーフ ND だったらですよね。ハーフ ND が今度出てきたこれだってそうですよね。このハーフ ND でもじゃあそれをねカメラ内で自然と空の部分をふっとこう落としてくれるっていうのはもう自分はちょっと初めてね昨年こう感じたんだけどこういうことってどういう風にして iPhone の中でこういう設定をしてるのかなっていうこうふと思ったんですよねその時はね。で実際撮ったものもそのようにこう撮れてるから、まあ、そこがキャノンで撮った写真と iPhone で撮った写真の違いですよね。空がちゃんと出てる写真とキャノンは空が出てないっていう写真の2つがこう出来上がった同じ場所で同じように撮った時に起きたわけですよね。でこれはまあ実際今のその、まあ、技術でいくとねまあこれキャノンの方がもし見てるとしたら、まあ、こういうことがその、ね、今後カメラにねこういうことが出てくればよりそのなんていうのかな一般の人が撮りやすくなると思うんだし、まあ、そういうハーフ ND みたいなものを使うってこともないと思うんですよね。で、まあ、ちょっと一人こうね問い合わせがあったんだけどその ND フィルターでね最大値まで絞って暗くするとムラになるんだっていう話をしてでその話をね、まあ、ちょっとフィルターの方にねその新井さんにその聞いたんですよね。そしたらそれっていうのは設定が書いてあるとその最大暗くしてしまうとどうしてもムラが出るので最大10だとしたらそのねやっぱりだから言われてるように、まあ、質問があったように5か6ぐらいで
まあ、適正であると。でそれ以上暗くしたい場合はもう1枚 ND を上にかけて、あの1枚の、まあ、だから可変式な ND の話をしてるんですけどね、今言ってるのは。で ND をもう1枚かけてやると、まあ、さらに暗くできるんだっていう話で、そのどうしてもそのそういう可変式の場合はそういうことが起きるんだということで、まあ、自分はねサイズがそのフィルターの径がその大きいのと小さいのがあるからそういうことが起きるのかなっていうふうには思っていたんだけど、まずそのなぜかって言ったら、自分はねキヤノンの ND っていうのを買って、でキヤノンの ND っていうのはレンズとの間につけるんですよね。レンズとボディの間に ND っていうのをこう入れて、アダプターみたいに入れて、でここであの可変式の ND がこうついてるんですよね。でキヤノンでは起きなかったのは、そのサイズが小さいから、まあ、それで起きないのかなっていうふうに思ったんだけど、その話をしてる時ね、まあ、その元キヤノンにいた方もねその話になったんだけど、そこの辺はちょっとまだ詳しくは分かっていないんだけど、まあそういうことがあるっていうことですね。今写真をねたくさんこう学んでいきたいと思う、写真を趣味にしてる方がやっぱりこう自分と同じような疑問っていうのをすごく持つときに、露出をだからうまく適正にするのにはどうやってその測ってるか、だから人間の顔だと違いますよね。日に焼けてる、自分も結構日に焼けてる方なんだけど、日に焼けてる人と色の白い人だと同じ露出でも違うわけですよね。色白の人を撮ったのに色黒くなってしまうってことが起きるのが、これがカメラの露出の測り方なんですよ。だからその全体ワイドでね、全体が入ってる場合はもちろんそのね平均的なマルチ速光っていう意味では、まあ、いろんなところを拾っていくからいいんだけど、これが面積が狭まってきてね、で自分のこの範囲がこうちっちゃくなってくればなってくほど、自分が着ているものによってグレーだったらグレーっぽい色だったら適正露出は得られるんだけど、白いものが多いとこだとそういうことを、まあ、逆に言えばアンダーっぽくなってしまうわけですね。白いビルを撮ってる時とグレーのビルを撮ってる時、黒っぽいビルを撮ってる時では違うわけですよね。まあ、そういうこともあって、そういうことをこう思ってオートっていうのをこう考えていくといいと思うんですよね。でオートで、だからその自分がこう、ね、初心者の方に対してこう教えるとすれば、オートでしか撮らない人はね、この間もその新宿御苑で会った時に、あのローデータを設定してないから今同時記録ができるわけですよね。でそれは必ずそのミスを防ぐって意味においては、ローデータも同時に記録することが大事だと思うんですよね。ローデータだったら後でその大きくは直せないけど、でもその露出の範囲のミスぐらいの範囲だったら、ローデータだったらもうそこに設定を変えることができるっていうことですよね。でその設定が変えることができるっていうことで、まあ、ローと JPEG を同時記録しておけば、重要なシーンっていうのがね撮れてる時、あ失敗したっていうのを未然に防ぐ意味でも、 JPEG とローデータを同時記録していて、で後でそのローでその選択していくってことですよね。で自分はそのさっき言ったように、女性のポートレートのね、ポートレートのこう写真集撮る時、アンシネみたいなもんですね、アンシネみたいなものを撮る時と、まあ、今回のフービンの見せたんだけど、でこのやっぱ写真集こう2つのことを考えていけば、やっぱ全然撮り方も違うし、あの色の出し方、設定の仕方も全く違うってことですよね。だから必ずその人物によって、どういう人物をどうやって撮るかっていうことによって、また全く違うわけですよね。出し方が全部同じじゃないんだということ。だから今言ってる露出の設定のことをまず皆さんが覚えればいいってことですよね。多分自分がまあ、覚えてる範囲だったら、多分 18% のグレーにするっていうこと、 18% グレースケールなんですね。でこれグレーってなんで 18% というね、こう中途半端なこう数字を示してるかというとですね、まあ、50% でもいいんじゃないかというのがあるんだけど、まあ、平均してね、風景の中の、まあ、全体をこうなんか測っていくと、反射率、まあ、一般の風景がだいたい 18% ぐらいなんじゃないかというふうに言われててね、まあ、あのネットで調べてもらえばいろいろ分かると思うんですけど、これによってその昔は自分が露出とかを制御してたんですね。だからそのスポット光なんかでも、実際こう測る時って、人間の顔にピッと測れば、ね、自分みたいに当時なんか色は真っ黒だったから、真っ黒い日焼けしてる人と女優さんとかタレントさんみたいに色の白い子を同じ条件で測ってると、
女優さんがちょっと黒く映ってしまうってことがあったわけですね。だから実際本当の一番いいのはグレースケールの 18% のグレーを持っていって、まあ、その場で、なんていうのかな、スポットメーターでその向きに合わせて測ればいいんだけど、いちいちそんなことやってないんだけど、でもそれと同じことをそのホワイトバランスを取るときって白い紙をこう持って、白い紙にカメラを向けて、その場その場であの必ずそのホワイトバランスで撮ってたわけですよね。で今でもそのようにしてね、そのカメラの中にもホワイトバランスっていうのをまあ手動でやる方法があるのでね、中見ると分かるんですけど、こんな、こんなマークがこうあってね、そのマークによってその設定によって、まあ、自分でそのホワイトバランスを設定できるんだけど、その中その露出の設定にあたってもね、一番いいのっていうのは本当にグレースケールっていうのは、まあ、あの多分ヨドバシとかいけばグレースケールのグレーの版っていうのが 18% の反射の多分売ってると思うんですよね。でそれを持って、それで実際に測って露出を決めれば、まあ、その時に測ってね、オートで測ったもので、その数値をそのね、まあ、またマニュアルになっちゃうんだけど、マニュアルに設定すれば露出っていうのは正確にはなるんだけど、まず皆さんがやらなきゃいけないことって、人物を撮る時に何でもオートで写真を撮るんじゃなくて、着ているものが白いものなのかグレーなのか黒なのか、だからその 18% のぐらいだったらその人は露出がちゃんと合うんだけど、まあ、黒いもの着てたりとか白いもの着てても同じようにして、あ露出がオーバーになったとか露出がアンダーになったと経験があると思うんですよね。でこういったことっていうのは 18% のやつをそれを平均するというカメラのその露出設定になってるわけですよね。でマルチパターン速攻みたいな、その露出がこうね、あの いろんなことを、ね、背景のいろんなものを速攻して露出を決めるっていうのは、背景の黒いとことかいろんな面積によってこう決めるんだけど、やっぱどうしてもそれでも白いところが多いと、やっぱりそのそれも全体のうちから比率だから、比率でちょっとやるからちょっとねアンダーになったりとかするってことを、これをねちょっとだけ覚えておくと、その初心者の方でもね、じゃあ向けてね、暗いところに向けると明るくなってしまうっていうのはあるでしょ。だからやっぱりそのそういうものを、その暗いものに対してカメラ向けると黒いものがこう白くなってしまうみたいなことを頭の中に置けばね、こうその時にカメラを覗いていて、そういうことが起きるっていうことを覚えた時に、あそういえば野村が言ってたなって、 18% にしようとする、なんか全部を 18% の平均にしようとするっていうことを頭の中に置いてね、で白いものも 18% のグレーにする、で黒いものも 18% のグレーに撮ろうとするのが、まあそのまあ何ていうかカメラの設定なんですよね。だからそのグレースケールっていうのが売られてるんだけど、それって 18% のっていうのは、それをその50じゃなく大体平均的な 18% に設定してるんでしょうね。これまあ、どこでその決められたか分かんないけど、自分は最初からそういうふうに覚えてたので、まあこれ、まあ、皆さんがね、もしちょっとこう何言ってんだと思ってこう心配な方はね、ヨドバシとかそういうカメラ屋さん行ってね、18% のグレースケールありますかって言ったらあるから、であるってことはもうそれが設定にあるということですね。まあこういうことも、覚えていくと非常にいいと思いますね。でまあこの後ね、イタリアのやつをこう見せていくんだけど、その前にね、風景の、動画をこの間雨の時にちょっと近くのね、花をね撮ったやつもあったりするんで、それもご覧になってください。またお会いしましょう。チャンネル登録もねしていただいて、またお会いしましょう。もっとねアマチュアでね、写真を楽しんでる方に対して、まあもっとこう分かりやすくね、自分的に今までのその気づいたこととか今まで覚えたことの中から、今のようなことを 18% グレーなんていうのも意外とこのことを知らない方が多いような気がするので、今日はその 18% グレーのことに対して話しました。それでまあ、今回のねイタリアのその家内の写真のに関していくと、このローデータなんですよね。ローデータを必ず設定をしているので、最終的には自分がローデータで書き出したものなので、これによって写真って大きく変化しているってこともあるんだけど、写ってる内容っていうのはね、やっぱりこれはちゃんと写ってないものはね、もういくら やったってそのいいものはならないんだけど、まあ、そういう意味においてはいいところをこうね見るということが感性だから、
感じたら、あ、いいなと思ったら感じたら撮る。で、昔からよくあるんだけど、そのカメラの中でね、よくミスがあるんですよ。初心者のことより ありがちなんだけど、いいなと思って写真撮ると結局ね、見てるところに、本当は見てるところにピント合わせてね、もちろん見てるところにピント合わせて見てるところを切り取ることができればいいんだけど、やっぱり見てる人ってのはカメラの中で見てると、あ、いいなって、いいなと思って見てる写真を撮ってるんだけど、実は周りがいっぱい写っていたって。周りも小処理できるように、今ズームという便利なものがあるんだから、ズームっていうのはこう自分が撮りたいところだけをずっとこう絞り込んで、それでフレームで、あ、自分が撮りたいものだけがこう収まったなっていうあたりでシャッターを切る。そういう意味ではズームっていうのは便利なので、ズームでスーッとこう寄せて撮っていく。これもそのピント、自分が感じたところにピント合わせるってこと大事ですよね。で、それで余分なものをズームによってこう、まず自分が撮りたいものにピント合わせるってことが大事なんですよね。これをだからぜひね、まず感じたところにピント合わせる、で余分なところはズームでこう寄ってトリミングしていくってことですよね。 フレーミングですね。フレーミングしていくってことですよね。ズームじゃない人は自分が寄ってったり引いたりとか下がったりして、その余分なものだから、最初はね、最初はいいなと思ったらまずシャッター切ることは間違いないですよ。いいなと思ったら切る、切って、まだそのものが動かないものであったら下がってみて1枚、寄ってみて1枚とかって、この3枚ぐらい撮るようにするとね、写真がよりね、帰ってからも、あ、寄っとけばよかったな、引いとけばよかったなっていうことがこう起きないように、ぜひね、こういうことを、やられてください。またお会いしましょう。今日はありがとうございました。Hey, where have you been? I've been looking for you now and then. Someone just like you, who can make me feel the way you do. Cause if I'm the ocean, you're the rain. We only need each other, baby, you know we're the same.Let's run, run away. All I need is you, now and always. You and me, you and me. We don't need no one else than each other. You and me, you and me. We could run.Baby, we don't gotta stay. Let's lose our minds. We could go crazy and leave it all behind. It could be glorious, 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 glorious. It could be glorious.You feel, I don't even know if this is real. How can you like me? You're as close to perfect as anyone can be. You and me, you and me. We don't need no one else than each other. You and me, you and me.We could run, run away. You and me together, baby, we don't gotta stay. Let's lose our minds. We could go crazy and leave it all behind. We could be glorious, gloriousThank you.
from the ocean, you're the rain. We only need each other, baby, you know we're the same. It could be glorious.